はい、おはようございます。お疲れ様様。朝の弁当、あ、朝のご飯ね。まあそんなにいっぱい置いても食べないしね、こんなもん。さて今日はね、あの行楽弁当でございますよ。なんか競歩大会があるみたいで、なんかね、なんか使い捨て弁当、どうせパックを回収するんだからいつもでいいと思うんだけど、なんかね、まあたまにはこんなのもいいんじゃないでしょうか。特にね、このエビチリ弁当だよ。手間かかるね、これ。そしてこのトマトね、トマト綺麗でしょこれ。ね、ね、この彩りにね、600円とかあった。すげえ高いこのトマト。ね、思いついちゃったらやっちゃう感じ。ありがとうございます。はい、ドン。ちょうどいいか。はい、こんな感じでございます。もうちょっとアップで撮りましょうかね。こんな感じでございます。はい、海苔が切れちゃってね、ごま塩でございます。ちょっとね、ご飯がね寂しいと思いますけども、まあこれもしょうがないでしょう。海苔が切れた。はい、ありがとうございました。ちなみに大雨、大雨だね、大雨ねえ、大変だね、この中歩くの。窓ガラス汚ねえな。お疲れ様でした。